グループ。今シーズンリーグ戦でまだ勝利のないサンフレッチェ広島とヴァンフォーレ甲府、 YBC ルヴァンカップで浮上のきっかけをつかみたい両チームの一戦です。スタメンを大幅に入れ替えてルヴァンカップ初戦に臨む両チーム。まずは6分の広島、アンデルソン・ロペスがオープニングシュート。代わって甲府、22分川本のポストプレーから小坂、決定的なチャンスでしたが先制ゴールとはなりません。今シーズンの開幕戦で J1 デビューを飾った広永亮太郎、小坂の強烈なシュートに反応します。続く35分は広島、コーナーキックから稲垣が遠目から狙います。枠内には飛んでいましたがここは川田が好セーブ。両チームともゴールのチャンスはありましたがスコアレスで前半を終えます。後半の立ち上がりは広島、48分アンデルソン・ロペスが左へ展開、高橋宗也のクロスに宮吉が飛び込みます。しかし股尾にブロックされうまく合わせられません。なおも広島、57分野上のパスを受けた森島司、柔らかいボールタッチでシュートに持ち込みます。狭いスペースを抜け出そうとしますがシュートは川田の正面。なんとか甲府の堅い守備を崩そうとする広島、74分アンデルソン・ロペスが左足を振り抜きますがゴール前に立ち下がる土屋を倒してしまいます。その直後広島はキャプテンの青山俊博をピッチへ送り出します。すると79分パスを丁寧につないで甲府陣内を攻略します。青山のパスからアンデルソン・ロペスがシュート、後半ほとんどチャンスのない甲府。87分後半途中から入った森浩太、高橋をかわして左足のシュート、にとってはこの試合最大の決定機でしたが野上のブロックに合いゴールならず。今シーズンの初勝利を狙った広島と甲府でしたが試合は0対0の引き分け。両チームとも今シーズン初めて無失点で終えましたが攻撃陣に課題の残る一戦となりました。